ラット。ラット、ラットは、アメリカ合衆国出身のロックバンド。1980年代に流星した LA メタルの代表的存在で、モトリーグルーと双璧をなす人気を誇り、全米で1600万枚、全世界で3000万枚以上のアルバム総ーセールスを記録した。2018年の時点でバンドは、スティーブン・パーシーらと、ボビー・ブロッチャーの2杯に分裂している。 1976年にスティーブン・パーシーを中心にカリフォルニア南部サンディエゴでミッキー・ラットを結成。その後ロサンゼルスへ拠点を移し、後にオジー・オズボーンに選ばれるギタリストのジェイク・イーリーが参加する。1981年バンド名をラットに改名。リーを含む初期のメンバーらがラフカットを結成するためグループを脱退。バンドは パーシーと残留したギタリストのロビン・クロスビーを心にメンバーを再編する。リハーサル、ライブを重ねた末、ドラマーとしてボビー・ブロッザーが加わり、また、パーシーとクロスビーの地元サンディエゴから当時18歳のギタリスト、ウォーレン・デ・マルティーニが参加。最後に、ベーシストのフォアン・クルーシェが独権を脱退して、バンド加入し、ラインナップが固まる。 1983年8月に自主制作の EP、ラットでデビュー。派手なファッションと化粧、明るく開放的な音楽性は、ラットン、ロール、ラットエヌロールと呼ばれて人気を博し、モトリークルーと共に LA メタルのブームを牽引した。このバンドが LA メタル特有の独特なスタイルを築いた経緯は、ベーシストのクルーシェが独建の 元メンバーであったことによる効果もあるが、それ以上にバンドの作曲面での中心人物であったクロスビーと、モトリー・クルーの中心人物であるニッキー・シックスが、そもそものルームメイト同士であったゆえんが強いとされ、大手、レーベル、アトランティック・レコードと契約して、プロデューサー、ボーヒルのもと、1984年3月にメジャーデビューアルバム、アウト・オブ・ザ・セラー、 全米チャート7位をリリース。シングル、ラウンドラウンドが MTV を通じて、全米でヒットを起こし、日本では、ソニーミュージック TV を通じて、ラットブレイクのきっかけとなった。1985年7月にセカンドアルバム、インベージョンオブ・ユア・プライバシーをリリース、全米チャート7位。特に、シングルヒット、レイ・イット・ダウンのビデオに、 当時のプレイボーイスのモル・マリアンヌ・グラビットが出演、PMRC による検閲を受けることで、グラムメタルのグラマラスなイメージを高めていった。オジー・オズボーンや、ボンジョビラと共に、イギリ、アメリカ、日本などで公演を行い9月に、イギリス・ドニントンでのモンスターズ・オブ・ロックに出演する。1986年8月にサードアルバム、ダンシング・アンダーカバーをリリース。この頃から、 メインソングライターのザがクロスビーからデマルティーニへ徐々に移っていく。収録曲、ボディトークがエディマーフィ主演の映画、ゴールデンチャイルドに起用された。若手のポイズンをサポートに起用し1987年にかけてアメリカ国内、ヨーロッパでツアーを行う。同年2度目の来日公演。1988年11月にフォースアルバム、リーチフォーザスカイをリリース。 1989年3度目の来日公演。1990年8月にフィフスアルバム、リトネーターをリリース。メジャーデビュー以降、すべてのアルバムをプロデュースしてきたヒルが制作を離れ、ヒットメーカーであるデズモンド・チャイドを起用、ジョン・ボン・ジョビもゲスト参加、と話題となるも、結果的にバンド初のプラチナムに届かない作品となった。 時代はすでにグランジのようなオルタナティブロックの時代に映っており多くのグラムメタルのグループは大手レーベルの契約を失うようになっていった。別の問題としてクロスビーは重度のヘロイン中毒に陥っていた。1991年2月の来日公演後、クロスビーのリハビリに伴い、マイケル・シェンカーがグループをサポートすることになる。9月にベストアルバム。 ラットロール8191を最後にアトランティックレコードから契約を解除される。すでにクロスビーは新しいグループで活動を開始した事情もあり、1992年にバンドは解散した。スティーブン・パーシーはアーケードを結成。ウォーレン・デ・マルティーニは1994年にホワイト・スネークに参加、ソロ作品をリリースする。 1994年にクロスビーは HIV の保持者として診断される。1997年にスティーブン・パーシー、ウォーレン・デ・マルティーニ、ボビー・ブロッザー、元、ビンス・ニール・バンドのロビー・クレインのラインナップで再結成。未発表曲集、コラージュをメジャーレーベル、ソニーからリリース。1999年には再びバンド名を冠した、シックス・アルバム、 ラットをリリースするもパーシーが脱退。その後はウォーレンを中心としジュジーパールやジョンコラビ、G、元々リー・クルーをメンバーに加え活動を続けていたが、その後バンドは再び解散することとなる。2002年6月6日、ロビン・クロスビーが、エイズにより42歳で死亡、闘病区からの自殺説あり。2007年、2枚目のベストアルバム、テル・ザ・ワールド、ザ・ベリー、 ベスト・オブ・ラッドをリリースし、パーシー、デマルティーに、ブロッザーを中心に再結成ギグを行う。2008年8月、ジョン・コラビに代わり、元、クワイエット・ライオットのカルロス・カバー像が加入。2010年4月、ロードランナーレコードから11年ぶりのニューアルバム、フェッションがリリースされた。ラウト・パーク10出演のため来日。2012年、M3 ロックフェスティバルから、 ホアン・クルーシェがバンドに復帰した。2014年、スティーブン・パーシー二度目の離脱を契機に活動が停止。2015年、バンドの権利を有するボビー・ブロッザーはリアルタイムでの活動を望み独自にメンバーを再編。同じく権利を有するウォーレン・デ・マルティーニはあくまでクラシックメンバーで集合離散するスタイルにこだわり、両者は対立。訴訟闘争にまで発展する。 2016年、ブロッツァーは、ボビー・ブロッツァー、S ・ラット・エクスペリエンス名義に変更して、活動を継続。同年末、裁定によりバンド名の権利は二人以外に、パーシーとクルーシェにも所有権がある、判決が下される。この結果を踏まえ、団結したオーレン、パーシー、クルーシェ側は、ブロッツァーを除名とし、翌年以降から再始動すると示唆した。 2017年、ウォーレン側にカルロス・カバーゾが引き続き残留し、かねてより、ボビーの代役でゲスト参加したことのある、ジミー・デ・グラッソ、元水彩ダル・テンデンシーズ、元メガデスをサポートドラマーとして迎え入れ、ラット名義でツアーを開始した。2018年、ウォーレンが降板し、それにカバーゾも追従。残るパーシー、クルーシェとサポートメンバーでツアーを再開する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。